ねえ、前の7日間ではいろんなことがあったよね。辛いことも楽しいことも。結論から言おう。これは有史以来最悪の大災害。壊滅的災害、悪魔の出現、セプテントリオンの存在。つまり君たちは世界にとって不要の存在であると裁定された。どうなっちゃってんだよ。甘えるな。君たちは悪魔使い。俺はそんなもののために今まで生きてきたわけじゃない。誰もやらぬというのなら一人でも戦い抜いて。一体何が起こってるの。セプテントリオンに似て非なる侵略。スカイタワーを破壊されれば俺たちがやったことは無意味だったって。こんな結末など認めんぞ。それが君の出した答えなのか。はじめまして、若き悪魔使いの皆様。摂理さえも覆すあなた方の可能性を見せてください。